はい、皆さんこんにちは先日はですねライブの方ですね皆さん見ていただきましてありがとうございましたまああのこの後もですね、まあ、今後も度々ですねライブの方をですね継続していければなと思っておりますのでその際はですねまた覗いてみていただけるととっても嬉しく思いますでですね本日はなんですけどいろいろと実は届いておりましてはい例えばルミックス S9 のこの新色と新レンズまあこの辺りもですねお話ししたいと思うしちょっと一度どけましてあとはですねこの サムヤンさんのですねリマスタースリムこちらも到着しましたまだ開けてもいないんですけどであと収録している日が今日はですね25日なんですが明日ですね26日にインスタ3 6 0エースプロ2もまあやっぱりですね私のチャンネルの方針としては試したいなと思いまして購入頑張っていたしましたのでそちらの方もですねレビューどうしていければなと思うんですね、まあ、レビューというか私が使ってみてどう感じるかというですね私の気持ちの表明みたいな感じなんですけどねしていこうと 思いますはいで本題の方にその ASPRO2 の辺りからですね話入っていこうと思うんですけどライブの方を見ていただいた方はですねこのカメラ買ったなって思われた方いらっしゃると思うんですよまああの昨今のですねそのアクションカムってかなりですね高くなっちゃってますよね。そそしてててての高性能になってきてとっきともよくはあるんですけど 大きくなりすぎまあこれ a s スプロなんですけど a s スプロもとてもですねアクションカムとしてはですね大柄な形でございまして、まあ、あ GoPro ヒーローシリーズのですねメディアモジュラー等をつけることによってこれはもうコンデジだなってぐらいのサイズになっちゃうんですよ。まあそんな感じで大きくなりすぎてしまっておりましてアクションカムとして考えるとですね私は未だにこのインスタ 360Go3 のですねコンセプト作りっていうのはですね至高だなもう本当に最高な作り方作りのアクションカムだなというふうに思っているっていう もうたびたび動画内でも言ってますし先日のライブでもですね結構強くいいあのお話しさせていただいたと思うんですねでまああのじゃあ GoPro さんはってなった時になんですけどまあ私がですねその発表された時にこれ地雷モデルだよっていう風にですねノートだとかこちらの YouTube でお話しさせていただいたっていうモデルがございましてまああの実際にこれ私あの買う気なかったんですけどただですねちょっと気になることがあったのではいえっと 頑張って購入いたしました GoProHero4K これですね、まあ、こちらのですねちょっとお話を本日はしていきたいと思うんですねでこちらなんですけど、まあ、あのアクションカーってどうあるべきかというのを バッとまとめた時に最近ですね2種類のまあその使い方考え方っていうのがあるなと思うんですねまあ高価格であっても高性能高画質というモデルでですねこちらはどちらかというとリーズナブルコンパクトシンプルっていうですねところの,、まあ、あの使いやすい方向のアクションカムなのかなっていう風にですね私は思っていた とと思っっってていいたうののがちょっと含みなのでこの動画ちょっと最後まで見ていってですね、まあ、なんか笑っていただければいいなと思うっていう感じのですねカメラだったりとかも私の感想としてはしておりますこのですねインスタ 360Go3 の最大のデメリットって何かっていうと本体だけで収録するときにですね結構バッテリーのですね時間が短く実際に使用していると30分から40分の間ぐらいですね結構いっぱいいっぱいなんですけどまあこれ先に言っちゃうと答えを言っちゃうとなんですけど GoProHero ーーはですね2時間ぐらい収録できましたね 4K でそこはですねすごくですね いいなと思ったたたたんですただただただですすだだだねまあこの,の,、ねまあ、の GoPro があるじゃないか GoPro ヒーロー 4K があるじゃないかと思ってですねこれすごい気になっていて、まあ、あの気になるんだったらもう入手してですね試してしまえばいいと思って購入してきて試した結果の動画が本日の動画となっております。まあ,あのアクションカムに求められる重要な性能である私がさっき言いましたそのシンプル使いやすいですねという方向の あのモデルでございますね性能としてはもうあの最低限、えっと、軽量でコンパクトでシンプルなモデルっていうのが GoPro さんの一つの形でこの GoPro ヒーロー 4K って形になって、まあ、登場したという感じです。で歴代で見ていくとセッションシリーズ、えっと、4と5があったと思うんですね。それと GoPro ヒーロー11ミニあとは日本には入ってないんですけど Bones ってですね Bone かなっていうモデルがあったりとかですねコンパクトな GoPro シリーズって結構あるんですけどそのどれもがですね結構評価的にはいまいちだったと思うす 思う,んですまあ、思うんですっていうのは私はですね、まあ、そういうコンパクトなカメラの方がアクションカムとしてはふさわしいんじゃないのかなと思っていて一般的なですね考え方とちょっとずれてるかもしれないので思うんですっていう表現にさせていただきます。でそれらのモデルのですねものすごい弱点って私はですね液晶がないっていうところだったと思うんです。がですねちゃんとこういういに コンパクトでもでもすね液晶がついてくれていて操作がですね最低限しやすくなっているわけなんですよそしてその動かした時にですねもう動画の撮影写真の撮影スロー動画の撮影の3種類しかなくてしかもその中でもですね設定できる項目ってほぼなくてですねシャッターボタン、まあ、この録画開始ボタンをポチッと押して録画するだけですよっていうですねところはすごく私はですね潔くて使いやすいと思っていたんです思っていたんですっていうのもですね今日の動画の, <laughs> まああのこの後のですねお話聞いていただければそうだよねって思う と思うんですけどまあ、だからこそですねこの GoPro Hero 4K ってとっても気になっていたんですねで今日はですねちょっとしっかりとお話ししたいので台本があるのでちょっと時々カーニングしながらですねお話しさせていただこうと思うんですけどただですねだいぶですね正直なところ思っていたものと違うなっていうのが本音でございますこれですねまああの結構そのですね 違ううじゃないいかっていうですね感情に私溢れておりましてこのですね動画を作る時も結構ですね笑っちゃってこうシナリオを作る時にも笑っちゃうぐらいの感じな内容だったんですね、まあ、というのがですねそのアクションカムとして今その他のですねアクションカムを見てこれを使うとっていうだけでまああのなんかなんていうのかなこういうカメラですよって分かってて買うんだったらまあ許せたかもしれないんですけどイメージで言うと私はそのインスタ360スタジオで書き出して使うよぐらいのイメージでいたんですが うん、だいぶちょっと違うなってとこですね。はいではですね、この製品ってどんなコンセプトで開発されたのでしょうかというのをですね、私なりにですね、使ってみてまとめていこうと思ったんですけど、実際にですね、これをまとめるっていうのもすごく難しい。どんなコンセプトでこれ作ったんだろうなって思っちゃってるんです。まあ、この GoPro さんってアクションカムをですね、こう、まあ、アクションカムとしての形っていうのをですね、定義づけた、まあ、あの、 パイオニアのメーカーって言ったらいいのかなだと思うんですけど、なんかアクション化もオンチじゃないのっていうところをですね、すごく感じてしまいまして、本当にですね、難しいなっていう気分になってしまっておりまして、まあ,あの、どう話していこうかなっていうのを、このシナリオがないと厳しいなと思ったので、シナリオを作った感じなんですね。まあ、ただ本音で言うとですね、あの買ってきて、最初開けて <laughs> 設定して試してみて、 購入して失敗したなと思ったのがファーストインプレッションでございました。まあ、その気持ちっていうのはですね。ちょっとまとめていこうと思うんですけど、一周回ってですね。まあ、これを使いこなすんだったら。まあ、あの。 うん使っていって楽しんでみてもいいのかなとか思ってたりとかもします。ぜひですね、このカメラのですね、感想等をですね、コメントでいただきたいなと思っております。まあ私ですね、そのいい点はいいですよっていうのはしっかりお伝えしていきたいと思うし、ダメだ、難しい、これはあかんって思う点はですね、そこはしっかりですね、お話ししていきたいと思うので、良くも悪くもですね、まあなんかそのご感想だとか、これはもっとこういう風にできるよみたいなですね、アドバイス等ありましたらですね、ガンガンコメントいただきたいなと思うんですね。ではですね、まずこちらのカメラのですね、撮影 撮影してきた映像っていうのですね見ていただきたいと思いますまあ、この撮影してきた映像をですねここまでするっていうのも結構うよ曲折ありますがその映像ですね実際ですねまず見ていただいてどんなもんかっていうのをですね皆さんにご評価いただきたいと思いますので映像の方を映りますどうぞはいそれではですねこちら GoPro Hero 4K ですね初めて撮影に使ってみておりますがまあ、この写りの感じとかをですね見ていってみたいと思います まだですね、この明るい時間帯にちょっとですね、外出ができたわけではないのですが、まだ明るめの夕方ぐらい、ライトがつ,ついちゃってますけど、そんなですね、他のカメラとかだったらですね、撮影に困ることじゃないかなという感じですね。で、まあちょっとですね、このカメラを買ったのも、色々とですね、思うところが最近のこのアクションカムたちにあるっていうのが私の中の意見でございまして、そのあたりのですね、お話っていうのもですね、 今後していけけければななとか思うわけなんですけどまあ実際にそのアクションカムってなんだろうなっていうのはですね最近、ちょっとですねなんだろうなっていうかそのアクションカムと言われるものに何を求めてるんだろうなっていうのがすねすごくですねまあ私は分からなくなりつつあってなので、ですねそれだったら私はですね楽しみ、自分が楽しくていいですよっていうのにまああのフォーカスをする、今までと変わらないんですけどそれとですねあとは。 この360度カメラって言われるものにですねあの改めてですねしっかりとそっちと付き合っていきたいかなって思っているっていうのが今の私の中の気持ちなんですね、まあ、なんかあのアクションカム、そこまでアクションカムにこう求めるものなのかなっていうところまで最近、ちょっと含め,あの含められるっていうか入ってきちゃっている感じ、あとはですねそれ以外にも価格面っていうのもですねアクションカムの値段じゃなくなってきてるんじゃないのかなと思うわけなんですよ。 まああのインサー 360AS プロ2出ました、えっと、6万5000円とか、まあ、あのアクション5プロとかちょっとリーズナブルといっても5万5000円ぐらいするわけですよね、まあ、あ,のあれです GoPro も同じくそれぐらいの価格帯、でそのような価格帯の中でですねやっぱりこ GoPro ヒーロー 4K ていうのはですね安めではあるなと思って気にはなっていたんですけど、果たしてそれがですねその感情が正解だったのかどうなのかっていうのをです、ね、り合わせたくて今回、入手してみたんですが。 まああの今のところですねやっちまった感がちょっと強いなっていうのが本音になっておりますがそれがですねどういう風にひっくり返ってくるかなっていうのをこの後ですねいろいろとちょっと試していってみたいかなと思っております、まあ、あのいい方向に転ぶといいんだけどなというところでございますね今日ですね実際にこれ、えっと、初めて撮影に使用しているのでこれが終わった後にそに書き出し編集、まあ、あとはこの声音ですねマイクがどんな感じなのかっていうのをですね まああの見てみて聞いてみてそれ次第によってです、ね、また評価って変わるかもしれないしそういうところを正しくです、ね、私なりに見ていってみたいなと思っておりますで進められるか、あれないかその辺もです、ね、動画で,です、ね、まとめていきたいなと思いますね、はいまあ、自撮りをしてみるとこのような感じでございますね画角が広いか狭いかどういうふうに見えるかそういうのもです、ね、また全然私自身分かっていないので。 顔を映したら、まあ、手を伸ばしてですね自撮り棒じゃなくてクリップに装着してるんですけどそれがどれぐらいの画角に見えるかなとかっていうのも、まあ、使っていく上ではすごく大事なのかなと思いますで今日もですね G100D を持ってですねお散歩に来ておりますのでその辺をですね、まあ、ノートの方にまとめておりますのでよかったら見てみてくださいはいこのような感じでございまして、まあ、映像をですね撮影してくるという点ではですねそんなにですね、まあ、あの困りはしないですその撮影をしてくるだけなら。 まあそのですね撮影をしてくるだけならっていうのはですねちょっと後でデメリットの部分で出てくるんですけど。 最初にですね、このメリットっていうのをですね、お伝えしていきたいなと思ったんですね。私が使ってみた感じでのメリットという点なんですけど、ま,あ、まずこのコンパクトなボディで,ですね、サクッと 4K30 フレームの動画が収録できるっていうのはですね、素晴らしくいいなと思いました。で、意外や意外にというかですね、連続撮影時間が2時間近く、まあ、2時間ぐらいになったのかな、まあ、あのちょっとですね、あとでデータをしっかりと確認しますけど、それぐらい収録ができまして、まあ、熱停止っていうのもですね、心配ないぐらいボディもですね、あんまりあったかくなかったんです。 でその設定っていうのもですねタリーランプはついているし液晶もついている要は一番負荷がですねかかっている状態での撮影だったと思うんでそれでまあこれだけ撮影できるんだったら悪くはないなと思いましたこのメリットの点でですね。であとはやっっぱり最初の方に言っていたコンパクトで あるこれはですね、とっても小さいですよね。もうほんとこんなサイズ感なので、ほんとちっちゃいと思います。であとですね、シンプルである操作、もう動画を撮影するってなって設定したら動画しか撮影できません。まあ、それはですね、シンプルでとってもいいと思います。そして、軽量である。これがですね、何よりも強みですね。もうこのクリップに装着してですね、まあ、こういう風に起こして撮影してきました、当日は。こんな,こんな感じ。で、ここでパチッとですね、あのリュックのですね肩ひもに引っ掛けてですね、まあ、挟んで撮影してきたんですけど、 重さをですねほんと感じないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど存在感ほとんど感じないぐらいのですね使用感でございましてあこんなにこれあこんなにというかその小さいってこんなに快適なんだなっていうのはですね結構感じたところでございました、まあ、あとはですねそのメジャーメーカー要はですねインスタ360さん DJI さんまあ今回の GoPro さんのようにメジャーなメーカーの中ではとってもリーズナブルな アクションカムととなっております、まあ,あとはです、ね、このこの辺りがまずメリットで続いてサブスクですねこのサブスクに加入している方はネットストレージがですねこの GoPro の映像に限ってはあの無制限で使えるというところなんですねその他のですねカメラのですねデータっていうのもある程度は使えたと思うんですけどこの GoPro のデータっていうのはですね結構無制限でですね気にせずバンバン上げていってそのパソコン等にダウンロードしたりとかってことができるようなのでこの辺で私サブスクですね実は加入はしているんですけど有効活用速 ここまででできていないといなとうかですねしなくて家で全部完結するっていう方がですね、まあ、あの形としてあのなんていうのかなやりやすかった私がやりやすかったのでそういう風にしかしてなかったんですけどサブスクを活用することによってですねちょっと違う目線でも使えそうだなと思うんですね設定しておくことによって充電中に勝手にですねデータをクラウドの方にアップしてくれてそのアップしたデータは全部ですねあの SD カードから削除してくれるみたいな機能もあったりとかするので、まあ、そういうところは素晴らしいと思いますでこの SD カードが挿入できるってところもメリットでございます まして。この？ GO3 のですね最大のデメリットっていうのはバッテリーの交換もできなければ SD カードもですね搭載されておらずこの本体の中にあるストレージだけなんですねもうあるのが使えるのが、まあ、あとはですねそのストレージを何かですねあのカードリーダークイックキャプチャーかなんクイッククイックリーダーかあのそのカードをですねあの SD カードを外付けにしてデータを移動することっていうのはできるんですけどまああんまり使いやすいっていう風に言えるほどよくはないなって感じまあ私は外部ストレージみたいな感じでですね撮影してない時にそっちに 移す方がいいんじゃないのかなっていう感じの,あの感覚でございましてまああのー、そういうところですね SD カードはで、すねあと先ほどからたびたび言っておりますけど、できることが少ないイコール操作がシンプルで迷うところがないっていうところですね、もうほんと動画を撮影する設定だけしちゃえばなんですけど、操作で迷うところってないと思います。これはですね、本当にいいところですね。もうバッとですね、出して撮影します、ポチッと押してもうそれだけ。もうそれで固定してですね、画角を軽く調整したら、あとは放っておけばいいっていうのはですね、すごく強いメリットでございます。 これはですね本当にですねいいところなのでコンセプトは悪くないただこの後のデメリットで全て帳消しになっちゃうんじゃないかなって思うところがこの後お話しさせていただきますけどその前になんですけどいいところですね、まあ、あとはそのクリップとですねこのリュックにつけて散歩動画を撮影したりするのにはとってもですねいいんじゃないのかなっていうこのコンパクトなボディ、まあ、これはですね本当にこの総合力はかなり高いと思いますボディはでですね、まあ、あのこのこの後手間がかかるけどっていうところを私ちょっとですね足書きしてあって デメリットにつながってきますデメリット結構ですねすごいです、うん、これがまとまっていない私あのアクションカムっていうのがこういうふうな設計でいいのかなっていうのをですねちょっとですねあのお散歩をしてあの自分の中で頭の中でこう整理してるときにもですね感じちゃったレベルなんですねまずなんですけどこれは私が知らなかったってだけなんですけど水平維持がございませんはい これはでですすねあの知らなかったですあのスマホアプリを返すことによってインスタ360のアプリケーションのようにです、ね、水平時かけられるんじゃないのかなっていうふうに思ってたんですよ。でかけられるじゃないかなかけられるだろうと思ってかかもうかも購入してきてないじゃないかと思ってですねあのこの機能は使いませんってあのボタンを押すと出てくるんですけど。 まあふざけんなって最初ちょっと思っちゃったんですね。それがですね、ちゃんとですね、明記明記というかですね、その横線入ってるんですけど、それは本体内のことかなと私思っていて、結構ですね、びっくりしちゃいましたこれに関しては。でですね、この実際にあの水平時ってかけられるんですこのえっと GoPro Hero 4K。その方法がですね。 あのサブスクですね。もうあのサブスク、私はプレミアムの方は入ってるんですけど、その上にプレミアムプラスっていうのがあるんです。まあ、その書き出しっていうのが、そもそもに PC だとですね、ほぼ、まあ、できないって考えていいんじゃないかなと思うんですね。この,あの通常のサブスク、プレミアムってサブスクだけだと、まあ、スマホだけの作業になると思っていただいた方がいいです。このスマホに転送、もしくはですね、そのデータをクラウドから読み込んで、編集をして書き出して、それをですね、パソコンなり、まあ、スマホ、スマートフォン内でですね、編集する 使使いい方方が一般的な使い方になにると思うんですけど PC で作業をしてですね私のようなあの使い方の場合っていうのは PC で作業して PC でですね編集して PC で書き出ししたいんですがそれはですねもうあのサブスクのプレミアムプラスじゃなきゃですねできないんですねあの GoPro のですねソフトえっとビュ e g o p r o プレイヤーっていうのがあるんですけどそこの中でですねハイパースムースプロっていったかなそのサービスがまあ内蔵されてるんですねでそれを使うためにこの サブスクのプレミアムプラスに加入しないと使えないんですで、使えないイコール あの手ぶれ補正も有効にできないみたいなんですよ、ちょっとまだ使い切ってはいないんですけど、できない感じがしたんですね、私が使った範囲ではできなかった。で、プレビューでですね、かけた後の映像っていうのは見ることができて、水平維持っていうのをですね聞かすことができるんですよ、その中では。まあ、このプレミアムプラスに加入することによって、この水平維持プラス、あの手ブレ補正っていうのがパソコンの中でもかけられる、あとはですね、簡単な編集とかっていうのが結構いろいろとできるんですけど、まあ、これ、年間1万5000円かかるわけなんですよ、でもプレミアム自体も6000円かかるわけなんですね。まあ 6,000円払っていてですねこの サービスがですね使えないってどういうことなんだって本当に思っちゃいましたこれに関してはそもそもですねこのサブスクに私は加入しているわけなんですよでそこでですねまああの容量的なもんとかでいろいろこのサービスがですね除外されちゃうとかっていうのはまだ理解できるんですけどパソコンでの作業っていうのが全てですね使えなくなるその絞られる意味がわからないこれに関してはですねインスタ360さんにこれじゃかなわないぞっていうのはですねすごく思いましたこれが私さっき言ったアクションカムオンチなんじゃないのっていうところですね、まあ,あとはですねこの 下駄の転送もめちゃくちゃ遅いですね。あの 5ghz の方に私のですね。あの設定だとですね。変更できないんですよ。 それが変更できればまだちょっと早くなるかもしれないんですけど、まあ、これでやるんだったらですね、SD カードから読み出した方がいいなと思って、昨日はそうしたんですけど、それでも結構やっぱり時間かかっちゃうわけなんですよ。まあ、あの昨日はですね、2時間の動画をですね、ガーッとですねあの、読み込んで編集した。通常の使い方で10分ちょっとぐらいとかだったらまあまあだと思うんですけど、まあ、アクションカブって取りっぱなしにしておいて後で編集するってパターンも大々としてあると思うんですね。そうなると、このですね、作業のフローは非常によろしくないです。インスタ シリーズのようにアプリケーションもしくは PC ソフトでですねパソコン内で完結できるスマホ内で完結できるで書き出しとかっていうのもですねかなりスムーズにできてまあそのプレビュー編集っていうのもあのまあ本当に簡単にできてすごく使い心地のいいアプリケーションなんですよでそれ書き出して押しとくとですね安定してそれをできるんですがスマートフォンだけやるとですねスマートフォンはもうその画面に固定しておかないとうまく書き出しが私の環境でできません iPhone15 Pro Max なんですけどまあスペック的にはまあ一流だと思うんですけどそれでもですね全然ですね 早くないしそういう風に画面が切り替わっちゃうとですね途中で落ちちゃうんですよでですね、まあ、13分ぐらいの動画あ、まあ、11分って言っとこうかな13分って動画がなんかイレギュラーに1本あるんですけど平均して11分ぐらいでですね1個動画が切れるんですおそらくそのファイルのですね容量の問題だと思うんですけどその動画を書き出すよってなったら約11分ぐらいかかりまして11分間全くですねあのスマホが使えなくなるわけなんですよ編集をしてですね、まあ、手ブレ補正をして書き出しして。 いいいやここれどういうことなのっって思っちゃいますよねパソコンだったらパソコンにその作業をしておいてスマートフォンで時間潰したりとかできるんですけどスマートフォンで作業をしてその時間がですね2時間の動画だったら2時間近くかかっちゃうっていうのがですね、まあ、2時間ぐらいかかるって表現にしとこうかなどういうこっちゃねんって私ちょっと思いましたでパソコンは使えないわけじゃないですかってことはもうスマートフォンはもうこれ専用の,あの端末になっちゃうわけなんですよねでそれ書き出した後にまあエアドロップで転送するにしても今もずっと待ってるんですけど容量がでかくなるとですねもう全然 終わらないんですよねであとはそのケーブルで転送するとかにしてもまあそれなりに時間がかかっちゃいますデータの転送がこれだけこう頻繁にあるっていうこと自体も非常に不合理だしこのですねプレ,ミムプレミアムプラスに無理やり入れようとしているようなです、ね、姿勢って本当に良くないと思いますねまああの何ていうのかなこの PC で編集をするよっていう方はやっぱり動画を編集する方では少なからずいらっしゃるというか多いと思うんですけど それがですねこのスマートフォンじゃなきゃほぼほぼできないっていうのがですねこの流れ非常に 踏ん詰まりな印象あのアクションカムオンチだなと思ったってところがちょっと使ってみてですね驚いちゃってます私は何これってですね感覚でございますねまあ10分ぐらいの動画とかだったらいいですよこうお散歩してきて通ってきて10分ぐらいの動画が3本ぐらいあるっていうのだったらまあ作業としても30分っていうのもかかりすぎな感じはするんですけどっていうのをですねパッとあの書き出して転送してだったら、まあ、そこまで時間,はか、まあ、時間はかからないというかまあ大した手間じゃないよと思うっていうぐらいなんですけどねまあというのがデメリットというか デメリットばっかりです正直、まあ、音質はいいよ画質はそこそこいいよっていうところは素晴らしいと思うんですけどこのですねフローの悪さっていうのは非常に良くないですね何なんだこれはと思いますスマートフォンで完結するんだったら完結させてくれよって思うしあの水平時とかんとさっきも言いましたけどそのプレミアムプラスに無理やり入れようとするような姿勢っていうのは本当に良くないですねでまとめですはいえっとまとめとしてはこうじゃない っていう感じをです、ね、なくせばいいカメラになるんじゃないかなっていうの感想でございましてただこうじゃないって感じをなくせばっていう言葉なんですけどこの GoProHero4K のですね存在っていうのを私ほぼ全否定することになってしまうわけなんですよというかですねそのサブスクのですね体系っていうのを全否定する形になっちゃうのかな、まあ、データを転送できるよとかっていうのはいいんですけどプレミアムプラスじゃなきゃ使えないソフトアプリケーションがあるっていうのはですね本当に良くないですねまあこの例えばですけどボディ内手ブレ構成と水平維持っていうのを簡易的であってもボディ内に搭載してくれれば すごくいい製品だと思いますよそれだったらですねこの軽量コンパクトでその性能があればもう本当にですね他に使える機能ガッとなくなっちゃっていいですで映像っていうのもその AI とかを使わなくてですね撮影して安定した映像が収録できるって機能があれば本当 4K30 フレーム取れればですねもうありがたいこんなにコンパクトだったら素晴らしいボディだと思うんですもう軽量コンパクトそしてシンプルっていうのはですねツールとしてこの洗練されてる感じがしてとってもいいと思うんですよねまあただそうではありませんでこのですね あのカメラなんですけど、まあ、書き出しの処理をしないとですね正直中華の手ブレ構成のないアクションカムと同レベルの映像でございます画質ではないです映像のレベルもうそれもですねこの手ブレ構成のない時代のもの大差がないっていうレベルなんで本当に良くないですよねでそれがですね価格が約3万5千円私はですねマップカメラさんで購入してきてちょっとですねそれより1割ぐらい安かったんですけどそれとポイントを使ってきてですねあんまりその負担っていうのをなくした形にしたんでまあまあまあって感じなんですが それでもですね買っっっててて失敗ししたなな思ってしまうレベルなんですね、まあ、価格設定っていうのもそもそもにあのサブスク1万5,000のサブスク入んなきゃいけないってことを考えると初年度は5万円直でかかっちゃうわけなんですよ。これどううなのっっっててていいういうに思思ままませんかって思ってしまいますで普通に使いたい最低限普通に使いたいってなるとスマートフォン1台とクイックのアプリケーションですねっていうのがほぼ必須で。 この pc ではももうう使えないいっていうのの非常に問題このサブスクのプレミアムプラスが必須になるっていうのはですねほんとひどいと思いましたでこのサブスクのメリットっていうのはですねまあこの自動転送して、まあ、映像本機の映像ですねネットストレージに格納できるっていうのはすごくいい機能ですでいい機能なんだけどこれもプレミアムプラスに入っていないとですね自動で手ブレ補正を有効にするっていう機能が有効にできないんですよまあ なんだこれはっって思っちゃいましたね、うん、その書き出しのところで、まあ、ある程度ですねパソコンとかでも融通聞かせてくれるんだったらいいけどとにかく機能絞ってる絞ってる絞ってるでまあそのサブスクに加入していても全然使えないっていうのはひどくないですかと思ってしまうわけなんですよね。まあ、それをですね生かしきっていないこのネットストレージに格納できるっていうところを生かしきれていないっていうシーンが多すぎます。もう果たしててこれって どうううなんでしししょうかねねっていい感じがいたしました、ね、ままあ、この例えばですねアップロードをして自動で手ブレ補正処理をしてくれるこれがですねあればまだ、ね、便利に活用していくよ毎日使毎日というかですねその撮影の時にこれ必ず使うよみたいなですね方法っていうのを見いだせる点っていうのはすごくあると思うんですけどまあそれもですねこの一度必ず手動でしかもスマホでで長時間の処理っていうのが必要になってしまってすごくですねそれも時間がさっき言いましたけどかかって1台の端末が使えなくなる って時間が長いですまあそういうところとかあとネットストレージという点をですね除くとそもそもに使いやすさっていうのがインスタ360スタジオの方がですねはるかに上ですねあの。操作できる幅だとかあの さされたインターーーフェススだとととかか書き出しのスムーズさとかそういういころですね作業の快適さや操作のしやすさこれはですねスマホのアプリも PC もですねインスタ360さんの方がはるかに同じで上でございますコンパクト軽量シンプル以外にですねこういいって思えるところが見出せないアクションを噛むっていうのがこの GoProHero4K でございますね非常に残念ですただですね物はいいと思うんですよ物がいいいっていうのも これを生かす,です、ね、そのエコシステム的な包括的な、あのー、環境が整えばです,、ね、すごくいいと思うのに非常に残念ですもったいないです。 でですね、あの長くなってきちゃってですねほんとちょっと恐縮なんですけどこの GoPro シリーズってですねこの失速、まあ、失敗をした原因と言われてるのが、まあ、あのカルマっていうですね、あのドローンを除きます GoPro ヒーローセッションシリーズの失敗っていうのがですねやっぱりあってそしてミニはですねこれ機能はモリモリにしたんだけど液晶が全くなかったりとかですねその使いとにかく使いやすいっていうアクションカムではなかったんですよしかも大き割と大きくて割と重かった、まあ、そういうですね、物足りなさをですね、学んでいないんですかねって思って 思ってしまいました。っていう風うにですね。言いたくなります。 何、まあ、な,なんだこれはって本当にですね一番最初に感じた感想っていうのがまとめていても最後も結局それと同じ感想ってございますねでもただですねこうせっかく購入したのでどうにかですねこう,うまく使っていく方法っていうのをですねしばらく模索していってですねいろいろ試していって、まあ、研究、まあ、皆さんにこうコメント頂い,いてアドバイスいただきながらですねうんそれがいいのか悪いのかふさわしいのかふさわしくないのかやっぱりダメなのかいや本当はいいのかっていうのをですねちょっと発信していきたいなと思っておりますのでよかったらコメント等で いいただければと思いますもう正直ですねあの褒めたくて入手したんですよ本当はあのインスタ 360Go3 と Go3S とで真ん中にですねこうドーンとですね GoProHero4K を置いて、まあ、このサイズで数平維持とかもう液晶もついていて2時間長時間録画できていいですよみたいな感じで動画作りたかったんですけどこのエコシステム総合環境が本当によろしくないっていうのでですねうんこの動画ちょっとその次に作りたかった動画ってこれあんまり作りにくくなっちゃったなっていうのが感想でございました褒めたくて入手したのに もう本当正直に、ですねこの総合的なシステムにはがっかりとしかですね言えないですね。まあ、あの、近日ですね、この超コンパクトアクションカム、この Go3 と Go3S と、この GoPro Hero 4K とですね、一気にちょっと比較はしてみようと思うんですけど、まあ、ちょっとですね、この GoPro Hero 4K の良さとかですね、あの私に対してこうアドバイスとかですね、そういうのをぜひですね、コメント欄でですね、いただければなと思います。 うん、このですね GoProHero4K に対してもどういいかっていうのはですねしっかり発信していきたいなっていうのはですね私もこう使ってみて感じたっていうのを大事にしていってそこからですね、まあ、その分析っていうか数字とかそういうのを見ていてですねいろいろやっていきたいと思うんですけどその前に使い心地としてですね納得ができないんだったら、まあ、そのツールとしては失敗だと思うので、まあ、そういうのをですね失敗ではないよって思えるようにしていきたいなと思いますので是非ですね、うん、コメント等で応援いただければなと思います。 まあこんなアクションカムでございましたというのをしっかりとお伝えしておきたかったのでこれはですねあ,のあんまり売れないだろうし使ってる方もこれは YouTube 見てもあんまりいらっしゃらないですよねっていうのがこのもう実際にこの製品のまあ特徴ですっていうのがですね今回の使ってみての,まああの私の感想でございましたその他のアクションカムを選んだ方が絶対にいいです。 これでですすねね私地雷完全に踏んでます、ねまあ、あの自爆しにいったようなもんなのでちょっと分かりきっていたところではあったんですけど意外にっていうのをちょっと期待していたのがその意外が逆の方向で意外だったっていうのがですね本当に意外でございましたではですね動画の方終了させていいいたただきたいと思いますうんやっぱシナリオあるとですね喋りやすいんですけど本当にですねこういい点をですねまとめようとしたんだけどいい点だけ行がすごい短いんですよ。 うん、4行5行ぐらいしかなくてそれをどう広げようっていうのはすごく大変な作業でございましたねっていうのでお話は終了させていただきたいと思います、うん、GoPro ヒーロー 4K どうにか活用していきたいと思いますので是非お手伝いいただければと思いますそれでは失礼いたしますバイバーイ